はい、どうもこんにちは。今回またヘビーレインね、続きからやっていこうかなと思います。前回は、なんか、なんだろうな。とりあえず物語が始まって、で、まあ、最初はね、結構誕生日パーティーということで、結構ね、パーティーな感じだったんで、結構、まあ、楽しい感じで、まあいい家族だなって、いい家族ランキング第1位みたいなね。そういうなんか温かい家族だったんだけど、そのショッピングモールで、またすごいね、ショッピングモールで、目離しちゃったわけ。で、目離しちゃった隙に、もう、その誕生日だった子が、遠くまで行っちゃって、まあ、最終的には、まあ、道路に出て、引かれちゃうっていう、ね、結構、きち物語が見たわけ。で、まあ、こっから始まんのかな、だから、こっからがヘビーレインなのかもしんない。で、なんかもしんないっていうか、多分こっからだわ。やっていこうか。もう結構悲しい物語かな、多分。こっから立ち直るのは時間かかるからな。あそこ運転しろと。そんなことない。運転してくれる？頼むよ。続いてる。そうすると前回なんか紹介で終わったんです。紹介で前回。このなんていうの？ディレクターとかの紹介で。だいぶ暗い街に来たな。おいおい。いや、暗い暗い暗い。なんか全然違うじゃん。どうして？いやいやいや。でも家電はいい家電持ってんな。お母さんいなくなったのかな？いや、そんなわけでもないか。どうした？宿題いきなり聞くのやめようか。おやつ。ああ、おやつの時間だな。お腹？そうだね。ちょっとだけ。基地に何かあるか見てみるか。いや、暗。どうした？グレイス、宿題は後で。宿題。予定。予定。今日の予定はキッチンのホワイトボードに書いてある。すいませんでした。宿題は？まだショーンの宿題が終わってないな。座れんよ、そしたら。座っちゃった。何見てんの？何これ？高回路みたいな。高回路だっけ？おもんな。あ、ごめん。ショーンごめんな。いや、テレビは消せないよ。さすがに。遊ぶ、学校。学校はどうだ？先生は優しいか？あ、特転に校したん問だ。題ないよ。どうした、ショーン。おい。もうちょっと元気だったじゃないか、お前は。おい。ショーン。なあ、ちょっと話さないか。何について？自分のこととか友達のこと、いやい普や。段のこととかさ。別にいいよ。あ、そうか。それじゃあ一緒に何かして遊ぶか。テレビ見てる方がいいいや、よ。ちょっとショーン。ショーン。まだ早いな。宿題はまた後にするか。ん？何これ？ああ、長押しで見れるんだ、時計ね。はいはい。どこホワイトボード？あれ、ホワイトボードじゃないよな、あれ。おやつある、おやつ。いやー、なんか、汚な。あ、チップスあんじゃん、チップス。これは？ああ、チップスしまえんの。これは？どっちがいい？チョコレートと。チョコレートチップスどっちがいい？しょん。チップス持ってっかし、チップス。
チップス結構ストックあんな。チップス行こう、チップス。4時半おやつ、6時宿題、7時夕食、8時寝んの？ちょっと早くない？扉とかは開けられないのか。冷蔵庫も開けられない。ショーン、おやつだよ。今週末はグレイスの番だ。母親のところに行くのが待ちきれないみたいだな。え？どういうこと？ほら、ショーン、ほら、おやつよ、ショーン。ほら、ションおやつだ。ありがとう。ああ、いいな、ありがとうって言えんだな、お前、おい。よかった。ありがとう大事だからな、ショーン。覚えてけよ。悲しい顔すんな。めっちゃ悲しい顔すんじゃん。めっちゃ。見せないんだな、子供の前ではな、その顔をな。なるほどな。お父さん。暗くなってきた。電気をつけよう。やらせんなよ、そんなこと。そんなことやらせんなよ、ちょっと。どこ電気？どこメインの、メインの電気？これか？どこ行ってんの？トイレ行っちゃった。ちょっと荒れてるわ。いや、いい。ね、この汚い家。なんか、あんの？なんか二人で分けてんのかな？別居？別居だからそんななんかいい家住まなくていいみたいな。どうした？寒いか？寒いなら言っていいよ、寒いなら。何これ。別に、ああ、まあ、入れてんだ。ね、これ。何か教えてよ。あ、でも、寒そう、寒そう。ショーン、寒そうだ。ちょっと、ごめん、ごめん、ごめん。洗濯機見て黄昏れてる暇ないわ。ちょっと、寒そうだわ。電気消さないの？ちょっと待って。ショーン。暖房どこ？暖房。ショーン。風？そろそろ宿題やるか。じゃあ、間違えた。宿題？もうちょっとテレビ見てちゃダメ。その後でいいでしょ？やんないから。今だ。今は終わらせた方がいいだろう。そしたそうらあだとよ。は自由だ。いいこと言った。カバンを持ってきてキッチンで用意しなさい。パパが手伝うよ。消そう、テレビ。テレビ消すんじゃないんかい。電気は、メインフロアの電気どこ？これか？よし。あ、つけた。ああ。あ、お利口さんじゃん、ショーン。ちょ、ショーン？なんか、あったよね、今。殺人鬼か。折り紙殺人鬼。だっけ、警察は犯行でかかり。物騒だな。電気も消えてるし。消えてなかった。ごめん、ジョン。どこ電気つければいいね。どこ あ、ごめん、間違えた。トイレ行っちゃった、また。吸い込まれていくトイレに。じゃ。ごめん。ちょ、なんか洗濯のとこにさ、電気消そうぜ。つけなくていいじゃん、こんなの。あ、つけないといけないんだ。もったいなくね？普通に。洗えてる？それ。じゃあ、どう？宿題進んでる？外出れるけど、まあ雨だからいいや。出なくていいわ。じゃあ。パパ終わったよ。テレビ見ていい？優秀だね。見せてみろ。見せてごらん。よし、いいぞ。宿題は終わった。行きなさい。終わったんかい。優秀だね。ちゃんとなんかリュック持ってくるあたりいいよね。なんかね。いいわ。子供っぽいって何て言うんだろう。学生。何 て言うんだろうな。いいよね、このバッグ持ってきて、そのまま宿題して、また入れ直してっていう、いいよね。
外出ようか、じゃあ。ちょっと。冷蔵庫見れたよね、さっき。なんか入ってんの？ん？酒はいい、酒じゃない？それ、酒はいいよ。閉めちゃった。そう、出てみっか。あ、進んだっぽいぞ。なんか濡れてない？ 描写的なあれかな？濡れてない、お前。バチバチに濡れてるけど、今。バチバチ雨かかってるぞ、お前。大丈夫か？頭から肩から。ああ、帰れんの？浸ってた。なんか飲もうぜ。オレンジジュース飲もうぜ、オレンジジュース。酒なんか飲まない、酒なんか。よし。直かい。直かい、おとん。直はやめようや。お前だけのオレンジジュースじゃないんだからな。ちょっとやめろよ。風邪ひいてないじゃん、大丈夫？くしゃみをしてる。風邪をひいたかな。聞こうぜ。夕飯？夕飯の時間だ。ショーンに食事を用意しないあ、と。オッケーオッケーオッケー、やるやる。大変だね。どこ？ん？食材取る感じ？じゃあ。あれ？食事は？あれ？あれ？夕飯なし。あ、夕飯のあてはどこ？あ、なんか。石窓。あ、なんか、風。風邪ひいたんじゃないか？薬あるか、ちょっと見てくるよ。確か風呂場の棚に薬があったはずだ。で、ご飯どうしよう、ご飯。出ちゃった。ごめん、何この時間。何この時間。風呂場どこだっけ？とか、夕飯の食材どこなんの？いや、なんか暗いなぁ、なんか世界が。あ、薬は？これ？あ、これじゃないみたいな。手洗って。何してんの？ああ、シャワールームか。薬なかった。夕飯なし。考えてみれば、何も言わないってことは、お腹が空いていないのかな。いや、それは違うでしょう。出て当たり前みたいな風潮ありますからね。意外と。ああ、薬なかったんだ。結構時間かかるな、これ、朝んの。これ、ちょっと待って。電気は？はい、オッケー。使ってない部屋だから、つけなくていいだろ、電気。ああ。いや、絵に起こすって斬新だな、逆に。トラウマじゃねえの？雨降ってるから開けねえよ。めちゃくちゃ帽子密集してたな、今見たけど。そんな密集することある？
なんかちょっと重いわ。よう事故の瞬間を、あれしよう。あ、てか時間、これ見ながらってことか。やばいやばいやばい。ご飯ご飯ご飯。ちょ。ショーン、ごめん。ショーン、飯作んねえとダメだ。薬なかったから戻ろうか、一回。ちょ、飯作ってやんねえと。何これ。この部屋は。あ、仕事場か。ちょ、飯作ろう。電気消してないけど、ごめんね。電気消せねえんだよ、なんか。よくわかんねえけど。ショーンいる？ショーン。見れる。あー見てないわ。やたら透明なフードあんね、なんか。なにこれ。めっちゃ時間経つの早い。やばいやばいやばい。8時過ぎてたんだけど。両親が教会から戻ると子供たちがいなくなっていました。両親は子供たちを探し、名前を呼び、泣き叫びました。思い出させるなよ。子供たちの姿を見ることは二度とありませんでした。何このいたずらメール。やめろ、たち悪いな。それともなんか習慣教会の人々みたいなの撮ってんのかな、ディエゴ・スティーニ。撮ってんのかな、どっちかだよな。ちょ、このショーン、ご飯どこ？ねえ。後で寝る。テレビを見てるし、もう少しこのままにしておくか。あ、もう時間ジャストじゃないともうあれなんだ。ほら、飲みなさい。だいぶ楽になるぞ。ありがとう、パパ。さあ、ショーン、寝る時間だ。ごめん、まだ飯眠く作っなてい？ないよ、ごめもうんっちょっと起て。きてていい？ダいメいや、だ。パパの言うことを聞きなさい。明日は学校だろ。もう寝るんだ。8時寝るんだパから。パと寝るよ。パパも寝るの？歯を磨いてパジャマに着替えなさい。すぐ行くよ。ごめん、飯。時間ないとダメなんだ、これ。厳しいね。テレビ消せよ、おい。ごめんな、ちょっと、飯が。作りたかったんで、こう、捨てろよ、ポテチ、おい。9時だよ、時間経つの早っ。ごめんって、ちょっと、好感度最悪じゃん、こんなの。洗濯終わったってか。何時間洗濯してんの、これ。あ、違う、それじゃなくて。まさかこれを使って？てかなんかガチャガチャ言ってたけど、どこ？上か？なんで洗濯機の上にあんの？ あ、洗濯したってこと？おい、どうした？大丈夫か？眠らせるみたいな、そういうこと？寝れるか、ショーン。おい。待ってんだぞ。ショーン。すまんな、なんかすごい圧かけてて。ありがとう。笑顔が。おやすみ、ショお休み。ごめんね。パパ。ん？どうして悲しそうなの？見てんね、子パ供パには。は少し時間がいるんだ。元に戻るためにね。ジェイソンのことはパパのせいじゃないんだよ。2年前のおこやとだすみ、からショーン。な。2年前のこと家族で引きずってるってやっぱ結構、寝んの早っ。毛布かけてやりいいな。寒いでしょ、この家だったら多分。大事にせないかんな、ショーン。大好きじゃん。窓開け、なんでこれ窓開けようとすんの？ねえ。
ああ、なるほどね。そんな頭おかしくなかったか、さすがに。薄い寝るは雨の音はよく寝れるからな。天気そうか。じゃあ。おやすみなショーン。ちょっと開けてる。え？どうした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 ？急にどうした？あ、結構病んでんな、結構精神的に。あ、折り紙だ。殺人鬼の。まさかお前。まさか新聞で驚いてたのは、まさかそういうことなのか。もう一つの顔があるのか、お前には。押してますよ、今。めっちゃリアルじゃん、質感。やるね。ハッピーバースデー。インタラクティブドラマ。ああ、主人公変わった。なんかね、主人公変わるってのは、なんか、事前情報で知ってたのよ。映画さ、折り紙持ってたってことはさ、やっぱ、もう一つ一面があるんじゃないの？殺人鬼としての、ショーンじゃないわ。イーサンだっけ？失礼するよ。すまんな。夜分遅く。ローレン・ウィンター、覚えは？さあね、知らないな。あ、出た。殺人鬼のやつだ。ああ、ローレン・ウィンターね。3階だよ、廊下の突き当たり左だ、こい手だ。つ。仕事しろよ、お前、おい。いや、楽な商売してんな、こいつ。3階？ローレン・ウィーター誰だ？ああ、なるほど。ホテルに泊まってる人を。そうだ、確かホテル泊まってんだったら個人情報だもんな。突き当たりってだっけ？あれ？突き当たりを右だっけ？突き当たりを右。これか、じゃあ。ローレン？ローレンじゃない。ローレン？ローレン・ウィンターさん。悪いけど、うちは予約制よ。はい。いやいや、待て待て、ちょ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 待っちょ。て。50ドルよ。キスも変なこともお断り。ああ、そう問いう題な店。い。すまんね。失礼するよ。まあまあ、個人お情報金を的。テーブルに置いて、きっかり10分。アラームが鳴ったら終わり。いいわね。ええー、ちょっと、もっといいことしようや。服を脱いだら？時間ないのよ。俺は客じゃないんだ。最悪、警官ね。ん？何なのよ。ただにしろってわけ？ねえ。私はスコット・シェルビー、私立探偵だ。折り紙殺人あ、鬼の犠探牲偵者なんのだ。親に事件の調査を依頼されている。ジョニーについて聞きたいことがあってね。もう知ってることは全部警察に教えたわよ。出てって。名前理解示わそう。かるよ、ローレン。あんたがどんな思いをし たベか。タな示し方すならんそなう。よ。息子の死体を見つける気持ちがあんたにわかるっての？シェルビーさん、悪いけどあんたに私の気持ちがわかるとは思えないわ。
どうしてんのババア、おい。どうしてんてめえ、おい。早けババア、おい。協力してくれ。調子なんじゃババアがよ。あんたが手がかりを知ってるかもしれない。お前のために50セルも払うわけないだろう。協力？500円がよ。あんたに何ができるっていうの？5000も払えないよ、お前なんかに。死んだのよ。もういないの。心に訴える。わからなかった。あんたから10分買っただろう。そうだよ。俺はその時間を使って質問をしたいだけだ。金払ってんだよ。金払ったからって息子の話を聞けると思ってるの？はあ？私の時間は売り物でも息子は売り物じゃないんだよ。さあ出てって。出て行けって言ってんだ。んだこのババア。おい。調子んじゃねえぞだめ、おい。がっつり写真置いてんじゃん。ごめんって。ごめんって。名刺。テーブルに名刺を置いていくか。念のためな。そうさ。何もなしか。ま、来た意味はあったかな。ポジティブだね。ローレン。無理強いすることはない。どうせ何も喋らないんだ。何これ。ちょっとしたことでも何か思い出したら電話をくれ。お金払ったねえ。そういうとこ厳しいよ、俺、そういうとこ。そういうとこ厳しいからね。あれ、俺写真。あれ、あ、さすがに、さすがそういう空気じゃない。ごめんね、ちょっと、じゃあ帰るわ。すまんね、なんか。ババアとか言ってごめんね、ちょっと。もう帰ろう。帰ろうか。お金払ったねえ。金払ってるとこ見てないけど。帰るか、じゃあ。なに、どうした。持病？なに。あ、持病っぽいな。また喘息か。こんな天気じゃ良くなりゃしないな。大変だなお前。いや焦った、死ぬんかと思った。どうした、おい。何やってん、ちょっとやめてよ、ちょっといかがわしいこと。なんだてめえは。ローレン大丈夫か。ちょっと興奮してるだけだ、きれいな。おっさん、あ、許さんぞてめえ、おい。またお前。危ない。ねえ、上かい。が、いや、それはやりすぎじゃない。おっさん、なめんじゃないぞ、おっさんの力。わあわあ、やめ、暴れんなって、おい。器物破損やって。あれでしょ。で、鍛えてるからね、結構むずいな、てか、これ。よいしょ、危ない。いや、もうやりすぎ。やりすぎは、おっさん二人やめよう。おっさん二人。危ないって。喘息なんだもん、俺。おい。荒れてんね。上か。いや、これむずそうじゃない操作、これ。ミスった。やべ。ダメージが蓄積される。え、これ一番下ないんだよ、これ。やばくない、やばくないこのゲーム。めっちゃむずいじゃん、こんな。全速なんだって、俺。強い、こいつ。終わったか。覚えてろよ、クソ野郎。大丈夫？やつよりはね、あいつは昔の客、しつこいのよ。暴力を振るうからもう来ないでって言ったの。
いい笑顔したね、今。いい笑顔出たね。散らかして悪いな。シェルビーさん。お？ありがとう。いいとこ見せられたんじゃない、これ。この人なら協力してもいいかも。そういう顔してますね、今。大丈夫、お前。結構重い喘息だったけど。あんな状態戦うもんじゃないよ。あ、三人目だ。早くも。どうした？基本的に顔のアップから始まるんだな。はい。押してますよ。押してますよ、今。あ、全部火曜日だ。 1.727 センチ身長身長かな。あ、これが噂の殺人鬼か。殺人鬼っていうか殺人現場か。この人は警察かな。どうしたどうした、みんな背負いすぎじゃない、ちょっとみんな背負いすぎやって。いや、薬中お前は。一旦切るか、切りいいし。すげえ、切りいいかわかんねえけど。こう一旦切るわ。じゃあ、はい、はい、はい、もうちょい喋る、なんか喋る。いいよ、喋って。寒いね。あ、終わった。じゃあ一旦切るわ。じゃあ、あ出した。